主人公 VS ラスボスサイドエル前回のあらすじ。ラスボス様、侵入者です。ラスボスがいるのはここか。貴様が勇者か。その剣は俺が使っていた最強のブレイブソード。なんて素晴らしい剣だ。力が湧いてくる。その剣は全ステータスを上げる能力を持っている。厄介だ。行くぞラスボス。やるしかない。ここはどうした。ラスボス、勇者を倒したのか。勇者、勇者が現れたのか。いや、勇者は…そうか、俺だけ記憶が引き継がれたのか。勇者の力がまだ残っていようとは。どうしたんだラスボス。いや、こうしている場合ではない。中ボス、城は任せるぞ。おい、ラスボス。はい、いらっしゃいませ。おう、久しぶりだな、親父。はわわわわ、誰じゃ貴様は。わしゃお前なんぞ。はう、見せ番は任せろ。親父、一番いい装備を頼む。待っていたぞ勇者。ラスボス。戻ったのか。どうしたラスボス。中ボス、行くぞ。何、どこに行くんだ。はい、いらっしゃいます。見せ番は任せろ。親父、一番いい装備を。待っていたぞ。増えてる。戻ったのか。どうしたラスボス。よし、これならいけるぞ。なんだ、どうしたんだラスボス。中ボス、今度は始まりの森に行くぞ。何、どうしたんだ。奴の驚く顔が目に浮かぶ。早く行くぞ。なんか楽しそうだな。